はい、ということで眉毛のケアしたことないんでしょ。ない普通の人しなくない？ちょっと待って、聞き次行こうとしたけど聞き逃せない。するよ、するよ。週1ぐらいしてる。嘘だ。そもそもさ、フェイスケアとかさ、洗顔とかさ。洗顔はするよ。洗顔料買ってやってる。一人暮らしするときに親がつけてきてた。一人暮らしだって始めたらいつよ。もう2年前ぐらいか。2年を持たんだろ、洗顔料。いや、去年やってなかった。年代夏ぐらいからやりだしたの。顔を洗うことを、うん、化粧水とかも最近やってんの。化粧水は去年の誕生日に化粧水セットみたいなのもらって、化粧水のやつと乳液のやつ、うん、旅行に持ってくようなやつ。うん、こっちなくなった。なんで乳液が先だ。こいつはたまにだね。逆だと思う、どっちかというと。具材入れずに蓋だけしてほっかほかの鍋。ということで、眉毛のケアを一度もしたことがないので、うん、やってもらいますと、うん、で今眉毛もともとね薄いんだから毛量自体はそんなことないんだけど、形ね、うん、そう多分ね、形がもうぼいやーっとしてるから、もう蜃気楼みたいになってるかもね。眉毛整えると整えてないではね、顔面のかっこよさ変わりますから全然。あ、そうなの。まるで違うよ、印象が違う。あ、そうなの。やってみましょう。はい、ギョーブー。何これ。ノーズフェイスって書いてある。ん？ノーズフェイス。アウトドアブランドみたいなやつか。ノーズとフェイスね。あ、そういうことね、うん、じゃあ開けてみましょうか。おお、うん、これが、それがアイブロウ。これが眉毛なの。あとなんかお前これも買ってきてたけど。あ、これ眉毛描くやつ。薄いからさ、もともとなんか描いた方がいいのかな。実際やってみましょうか。はい、まずどういう眉毛にするかっていうのをなんとなく決めましょうよ。だからデザイン、デザイン考えます。斜め、こう。いや、品川ですじゃないの。急に。長さはまずだいたい整えたりして。長さ、そうそうそう、眉毛の毛の長さ、そう、すごい均一に。あ、もうないよ、なくなっちゃったよ。なくならない。化粧水どれだよ。コフキ眉やってるやん。舐め入れて食ったやろお前。もっとなくなっちゃうよ。大丈夫これ。何も買ってない。コフいただけやろ。感じになったら次は余分なとこ取っていくの。どういう意味？じゃあどういう意味？動かしてみて、ちょっと。ああ、ごめんね、邪魔してごめん。わかるか。あ、こうついます。あ、いいね。ああ。めちゃくちゃ渋いな。渋い。顔芸なんや今回。いい感じになったね。なった。うん、もうそこだった。ちょっとこっち見て。あ、ちょっと全然めちゃくちゃこう吹いてる。描くよ、ちょっと描こうか。おお、いい感じ。すごい、でも全然印象違うよ。本当だ。なんか変だね。ちょっと太くした方がいいのか。あ、太い方がいいね。で、なおかつちょっと細くしていくと。できた。よし、じゃあ向こう戻ろう。おお、かっこいいな。なんか大変身したミキさん、こちら。全然違う人や。整形級で。そんなに？うん、こっちもいい。
まあその左右のバランスとかはちょっとやっぱりずれてるし、ちょっと細すぎるし、あと全然ニュアンス違う。全然いいね。全然いいかどうかあれやけど。ちょっと眉毛の描き方教えて。ちょっと若くちょっと眉毛の描き方教えてあげて。離れてるから眉毛が。そうね。ああなるね。眉毛これからね。そうね。ちょっとなんか大切な人か。うん。できた。できましたか。和田くんによって生まれ変わったのきさんですちょっとメガネかけてるやんお前何してメガネかけてるやん。目良くなってきしもう確かにあと寂しくないやんちょっと何してんの何してんのおいこれこれ、まあ、とりあえず眉毛これでできたということで鼻毛もちょっとやってみます。鼻毛ね。めちゃくちゃ深いやんな、この。耳もできん。あ、どうなの。できんじゃない。結構怖くない？横見てるのその目何こんなもんか。そうやがお土産とか生えてきたらすればいいのか。これ確かに剃ってもいいかもな。めちゃくちゃおしゃれなのすごいかっこいい。これなんかなんかの CM みたいだよ、これ、まっちゃん。オッケー。めちゃくちゃシティやよ。俺があの、毛のケアのやり方を覚えたんでね。うん。これからやっていきましょうね。はい。お疲れさもうちょっとね、あれ前の話の方を得した方がいい。おお、変わったね。